いトライアル全員集合、はい、はい集合、はい、イエッサー、改めましてコーダリンこと大下コーダです。はい、カズこと磯部和弘です。はい、オッキーこと沖田武です。はい、ヨッシーこと対馬よしのりです。はい、ということで4人揃いまして、はい、前半部分で僕たち何の話をしてたかっていうと、うん、まあ夏の終わりなわけですよ、うん、今は、はいはい、うん、で学生の頃とかさ、夏休み宿題とか出てたじゃない。出た出た、うん、あね、その宿題とかを先にやる方か、うん、あと残す方か、またはやらないかみたいな、うん、そういう話をしてたんですけれども、はい、先に終わらせる人挙手。はい、はい、あら、ということでヨッシーだけですね。え、あれコータリー今の例えね。あ、例えか嘘、俺だけ。え、やらない。そうか、夏休みはじゃあヨッシーは宿題先に終わらせる方か。だいたいね、7月中にあらかた終わらしちゃうよ。そうでしょ。おー、真面目。すごいね。え、なにかまととぶってんじゃん。いや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 、いやだって、本当聞いて、夏だよ、うん、遊びだよ、うん、遊びだね、うん、心にね、あの宿題なんていうしこりがね残ったまま夏をエンジョイできるかって話でしょ。全然できる。なるほど、できちゃうな。そうか、いやでも、あ、でも立派だけど、うん、え、じゃあ7月中に終わらすんだよね。大体ね、終わらしたと何する。8割以上、8割以上。いや、もうね、8月といったら、うん、ゲームがたくさん出ます。夏休みの学生とかね、子供向けにね、こう企業さんは狙って出すわけですよ、うん、はい、もうね、寝ぼしいゲームを買って、うん、お家で引きこもって永遠とプレイしてました。なんか、うん、なんか メーカーさんの広報みたいになってるけど違いますよ。え、じゃあ、うん、あれか、8月中は常にゲーム三昧。はいはい、そうね、毎年そうだったよ、僕は。なんでそんな体格で引きこもってんの。あ、いやいや、まあ高校の時は高校の時は部活であれだったけど、できなかったけど ね、それはね、中学まではもうほんとそうだった。あ、そうなんだ、うん。え、じゃあどんなゲームやってたの。え、もう俺 RPG 大好きでね、あの中学校の時、うん、中学2年の時かな、うん、あのスターオーシャン2とかね。ああ、はい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 、やったやった。なるほど、テイルズオブデスティニー。はいはいはい、あのあたりですよ、はいはいはい、もう楽しみで楽しみで体験版何十回やったことかね体験版か、うん、いや体験版があるから。体験版でこうモチベーションを高めておいて、そう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 、そしてそのモチベーションを保ったまんま一気に宿題終わらし、終わらして8月は引きこもると。そう、発売日もう前日に出るとことがありますからね、もう並んでますからねなぜその情熱を持って他に向けられなかったいや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 、それこそが青春でした僕の、うん、そうか、はい、まあそういうのがあり、あり今のヨッシーがあるわけだ。そういうわけです。うん、うん、そんな渋滞して完全にインドアですからね彼メーカーの戦略乗せられまくりだよ乗せられたとか言うじゃないよ。もういい金づるでございますな。違う、楽しんでますよ。まあでも実際ね、楽しいよね、ゲームは。本当に、まあそういうのがあるから、ゲームとかあるから最近のね子供たちは外に遊びに出なかったり。そうなんですね。俺は外に遊びに出る方だったからさ、ゲームも好きだったけど。アウトドア、うん、いいよ、絶対外で遊んでた方がいいよ。まあそうね、日に焼けるけどね、うん、あの体力がやっぱ落ちちゃうよ、うん、あー、そうだね、外で遊んだ方がいいと思う。わかるわかるわかるけどね、わかるけども、うん、やっぱり誘惑には勝てませんよ。まあな、人それぞれあるわな、好き嫌いはな、うん、あ、そうだ、オッキーはさ、はい、お前あれだよね、海外で暮らしてたんだよ、ね、ああ、そうですよ、マレーシア、シンガポール、そうそう、マレーシア、シンガポール、帰国子女ですよ、トライアルユーでございます。まあそんな頭がよくは見えないけど、そのマレーシアとシンガポールで夏休みとかあるよね。ああ、ありますよ、うん、もう全然あるよ。もう宿題とかあったの。宿題はまあ、まあでもそんなに多分日本のように国語、うん、算数、うん、図工みたいな、こういっぱい宿題とかはそんなにないけども、うん、まああるっちゃある。うん、どんなどんな、例えば自由研究とかだったり、うん、例えばみんな、うん、なんていうの、そのマレーシアのお寺はこういう歴史で、うん、マレーシアはこういう歴史でっていう、あ、そう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 いうのがあったんですよ。僕はちょっとね、まあ知性の塊なので、うん、なるほど、だからメガネかけてるのか。鬼ごっことかの日記書いてましたえ、いやだってインドアのよりアウトドアの方がいいと思って宿題やってましたよ僕、うん、偉いでしょ。あ、じゃあ質問あります。はい、何でしょう。コータリンから質問です。はい、何でしょう。コータリン、鬼ごっこの日記っていうんですか、うんうん、それは何の宿題だったの。自由研究自由研究笑いすぎだよ、自由研究やってるもんだって何の研究だそれ。違うんだよ。待って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 、うん、だってさ今さ、うん、
鬼ごっこの日記って言ったよね。鬼ごっこというだからレポートじゃないよねそれね。鬼ごっこという名の自由研究です。もう僕のはすごいですからね、大きいのは。もう誰が緻密にどこに逃げたか書きますからね。マンションの下にあいつは逃げたって。すげえ。先生笑ってましたよ。三好のメモ見てた。ね、多分先生笑うしかできないと思う。先生超笑ってました。怒られなかったの？怒られなかったですよ。そう、マジで。まあそんなにね、そんなに日本、まあ、僕のとこはそんなに、ハードではなかったので。まあ小学校だったんで。まあそうなんだね。あ、まあなんか海外だしね。もうその宿題が厳しいのかなって思っちゃうね。それもね、それはね、よくわかんないけど。鬼ごっこしてあいつがどこに隠れました、それで自由研究終わりやるけど、どんだけ楽なことか。それをもうだって、夏休み中全部書いてるんだからね。1日目缶蹴り、2日目鬼ごっこ、3日目色鬼、4日目色鬼。待って、シンガポールにも色鬼ある。違う、日本学校、まあ、日本人、そうかいっぱいいたから、みんなのそういうだから泥系とか、そうだよね、軽泥とか、そういうのやってて、それ本当ただ遊んで、それ遊んで楽しかったっていう書いて提出するぐらいのもんだよ。だからか、今日の沖田くんがあるのは。そうか、そう、アウトドア大きいです。なるほど、そうだね、もう自由、本当に自由研究だよ。本当自由だから。自由を研究した結果だね。研究した結果これですよ。いいじゃないの。自由こそ。じゃあお前はあれか、宿題はやり残さなかったってことが。あ、そっか。あ、あ、では日本に戻ってきた時、宿題がいきなり難しくなって。ああ。真面目に頑張りましたよ。そうか、頑張ったけども、できなかった。終わんなかった。終わんなかった。終わんない。じゃあオッキーも出さない派だ。そうですね。なるほどね。なるほど、なるほど。まああれだわな。つまりは日本に戻ってきても大きいはやり残したことは宿題だ。まあそういったら俺もやり残し、宿題だけじゃなくていろいろ遊び倒したかったけど、なかなか遊べなかったっていうのもあるけどね。できなかったこととかいっぱいあるよね。やりたいことがたくさんありすぎてね。もうだってさ、この年になってもやり残したことってあるじゃない。特に今の時期、僕たちは。そうね。9月23日控えました。キラスパとトライオラの合同イベントですよ。はい、そのほうでね、僕たち歌って、歌うのはまあまあまあ踊らなきゃいけないんだ。そうなんですよ。そうだよ、ダンス付き。もう宿題の追い込み並みに追い込んでますからね、俺たち。ほんとそうだよね。俺たちこんなド M だったっけっていうぐらい追い込んで。いや、まあコータリーはね。いや、俺は違う。じゃ、ね、わかった。はっきりさせておこう。僕はトークショーとかに出てね、すごいド変態とかド M だとか言われるんだけど、俺はド変態なだけだから。変態？違う、ね、誰が変態だよ。そのド M っていうのは某メーカーの某広報さんがド M なだけであって、僕はその人とね、ちょっと同類に見られがちなんだけど、僕はただド変態なだけなの。なんで、要するに変態だから。そうだよ、そうだよ。だって友達の妹のさ、友達妹いて、まだ中学生ぐらいの、久しぶりに会って妹さんの写真とか見せてもらったの。どうなんだって言って、で、全身写真あるじゃん。足ペロペロしたい。やめろ、変態。言ったら本気で叩かれたからな。そうだわ。そう、そうだよ。何前だよ。なんでやねん。ちょっとした冗談やから、いや、目がマジだったみたいな。なるほどね。まあ、分からなくはない。分からなくもないでしょ。分かるよ、分かる。分かる。だってもうね、お昼だけどさ、お昼だよ。まだ甘足最高だよな、まだ発達していない感じ。こうね、膨らみかけじゃないけどね。え、何？成長過程。やめろ、やめろ。よし、ダメ？よし、ちょっと詳しく後で。ここで話したらちょっといろいろ怒られそう。そうです、そうです。目の前にいっぱいいらっしゃるので。夜の話。コータリーやっぱね、変態だよ。相当話が脱線したけど。本当だよ。まあ踊りをね、頑張ってるわけです。そうですよ、踊らなきゃね。まあ俺は結構個人練習して、俺は行きそうな感じなんだけどね。みんなはどうなのか。大丈夫だよ、いける、いける、いける。じゃあその言葉を信じて、これからもうライブに向けて突っ走っていきましょう。いきましょう。ということで、ここで曲1曲ご紹介したいと思います。ご紹介する曲は我々トライアルでレッツチャンス with our stars です。どうぞどうぞ。珍しい。
絶ジャンプ皆さん支えてくれる仲間と励まし合ったりレッツジャンプ皆さん手にするチャンス掴み取ろうきっとボリューム8オレンジキャンディーボックス最新ゲームタイトルやエンジェルノートの名曲の数々をぎゅーっと詰め込んだオレンジキャンディーボックス豪華な歌姫たちのハイクオリティの主題歌集オンセール85.0 中央 FM はいインフォメーションのコーナーでーす、はい先ほどもねちょっとお話ししましたが、キラスパとトライラの合同イベントの方が、9月23日、祝日の金曜日ですねこちら19時から、ライブですねこちらの方開催されます、はいはい、その名もキラトラクラブジャックボリューム1、うん、イエーイ、開催場所は、ライブゲート恵比寿こちらの方ですね、料金の方がですね、一般でチケットの方が3000円とプラスドリンク代が500円ありますね、チケットの取り方などは、はいライブゲート恵比寿の方に直接取っていただくか、はいその他取り方の方は、ひなさんのブログですとか、スターローズレーベルのホームページとか、はい、我々のこちらのハニチュチャンネルの番組ブログの方でも、書いておきますので、はい、そちらの方ぜひチェックしてください、はいまあ、出演者は我らが、キラキラスパイスの中瀬ひなさんとリリカさんと、我々トライアルということで、はい、こちらの方ですね、はい、歌あり踊りあり笑いあり涙ありと涙も詰まった、ライブになりますなお当日ですね、番組オリジナルグッズの方が予定し販売予定ですので、はいぜひあの来ていただいた方にねちょっとそちらの方を見ていただけたらなと思います、はいはいはい、よろしくお願いします制作中でーす9月23日ではい、はいはいということで、はい駆け出してちょっとインフォメーションの方を紹介しましたが、はいこちらエンディングトークで実は前回あ我々、うん、滑舌大会っていうかそう、ね、滑舌勝負をやったんですよで見事栄えある敗者は沖田さんだったんですけれども、沖田さんの罰ゲームをただいまより執行したいと思います。沖田さんの今まで生きている中で恥ずかしい失敗を、うん、失敗を、ちょっとお話ししていただこうかなと、うん、エンディングにこれを持ってくるなんてありがたく思えよ。よし、じゃあ僕の失敗話、失敗談、失敗談、うん、じゃあ話してもらいましょう。さっき宿題の話が出てたじゃないですか。うんうんまあ、夏の終わりでね、皆さん宿題終えてるのか終えてないのか分かりませんが、うん、僕あの国語の先生に日本に来た時に。国語の授業で読書感想文があったんですよ。まああるもんね。さっき話してた。でそれでまあ宿題をやってないものなので、うん、先生に何て言い訳しようかなと思って。はい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 、はい、先生花火あるじゃないですか。うん、読書感想文打ち上げ花火と一緒に打ち上げました。って言ったら先生にバチコーンってこうほっぺたバチコーンってこう。痛いよー親身でもないのにあれなんだろうねっていうか、先生もさこいつ本気でふざけてんなって思ったからね真面目に答えたのにいや真面目聞こえないよ真面目にボケだろ面白おかしく伝えたのにそれならさもう本当にすいませんやってませんって、うん、素直に謝った方が、うん、俺はまだそこまで傷は広がらなかったと思うそうだよね、うん、先生目から線香花火が出ますって言ったらバチコーンってこう痛いまあね、うん、そんななんか恥ずかしい話なのか何なのか分かんないけどオッキーが再びバカっていうことを再認識できたということで、ねね、本日はここまでということでしていきましょう、はい、ということでお相手は私コータリンゴと大下コータとカズコと磯部和弘とオッキーこと沖田拓也とヨッシーこと対馬よしのりでお送りいたしました、はい、来週はキラスパでございますね、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで本日はここまで、はい、バッハハイトライアル&エラー。この番組はスターローズレーベルの提供、メディアクリエイターポイントピクチャーズの協力で 84.0MHz 中央 FM でお送りしました。それでいいじゃない。
熱ちゃん、皆さん背中を押して、僕たちだけじゃダメなの。